はようございます。現在ですね、岡山県の吉備サービスエリアで眠ってました。今日はね、ここが寝床となりました。今ね、現在朝の1時です。1時、暇からね、またぼちぼち走って、まあ1時なんで多分時間はね、まあまああると思いますんで、しっかりね休憩を取りながら走りたいと思います。今日は多分家に帰れそうですね。家に帰ってのんびりしよう。そのためにね、今日も頑張ろう。朝ごはんはね、昨日の残りの明太子です。昨日の残りの明太子、まだ多分いけると思う。まあ、賞味期限はね過ぎとるけどいけると思う。あとね、鬼ポタじゃないわ、オニオンスープです。オニオンスープうまいよな。ただこれちょっとね、毎回ぬるいってボタンを押すんですよ。ぬるいってボタンを押すんやけど、毎回熱いんよな。ぬるくして熱いんやろうか、ぬるいボタンを押さえたらもっと熱いんやろうか、それかオニオンスープはぬるい機能が働かんのやろうか。それいつも疑問なんよな。しかもね、これちゃんとありがたいことにね、蓋がついてるの。蓋がついてるからホコリは入らんないけど、なかなか冷めんのよな。なかなかぬるくならんのよな。それがちょっと欠点。間違えた。6月って書いてしまった。6月って書いてしまった。間違えた。今日11日やのに、13日って書いてしまった。お疲れ様でした。カードを抜いてください。あ、落ちちゃった。はい、今日のお仕事はここまでとなります。納品もね、朝一納品できまして、今会社に帰ってきまして、今日はね、ここまでとなります。今からね、事務所に行って日報を出して、それからね、帰りたいと思います。あー、疲れた。今回納品入ったところ、僕ね、ちょくちょく行くところなんですけども、結構ね、もこちゃんチャンネル見てくださってる方が多くって、もうね、いろんな方に声かけてもらいまして、ああ、面白かった。もこちゃんチャンネルを通してどんどんね、そうやって人脈っていうか、コミュニティが広がっていくんですよ。すごいよな。いろんな方にね、ほんといろんな方によくしてもらって、ありがてえな。今日もね、カップラーメンもらいまして。これ、後食べよう。今日のお昼ご飯にしよう。よし、今からね、日報出していきたいと思います。よし、事務所行きましたらね、明日積む荷物が決まってましたんで、とりあえずね、明日のね、準備だけして帰りたいと思います。とりあえず準備だけしておこう。ふい。よし、明日の準備完了です。今からね、私物を車に積んで帰りたいと思います。帰ろうぜ。よし、買い物終了。今日ね、風が強いんですよ。風が強くって、今ね、おじいさんの帽子が飛ばされた瞬間見てしまった。帽子が吹っ飛んどった。よし、今からね、帰りたいと思います。いや、なんかいっぱいふいふいなりようよ。動画あのさ、動画